第一声は謝罪でした。ご迷惑をかけて本当にすいませんでした。身に置いてないんで、本当にもう真面目な環境に身に置いて、本当にもう反省してるんで、本当に申し訳ございませんでした。本当にと何度も何度も連呼する吉野凌雅被告21歳。反省を語る理由は大きな代償を払った自身の行動からです。呆れと非難の声が巻き起こったこの15秒間の動画。今年2月、名古屋栄の回転寿司チェーンの店内で醤油差しを口元まで運んでいるのが金髪だった吉野被告でした。動画は瞬く間に SNS で拡散し炎上。事態を重く見た店側は被害届を提出。中署から吉野容疑者が出てきました。待っていたのは威力業務妨害容疑での逮捕起訴でした。逮捕から45日、先週金曜、保釈保証金150万円を納付し保釈。起訴されているため法の裁きを待つ身ですが、逮捕後から取材を申し込んでいた私たちは外に出たその日の同行取材を認められました。弁護士と共に最初に向かった場所、まず先に出てきたら弁護士さんと一緒に話したんですけど、ご迷惑をおかけした倉石さんに反省文の謝罪を込めて私に行こうと思ってましたので。謝罪文はどんな内容を書いてたんでしょうか。このとこのようなことをしないっていう反省と、もう自分は、今回は本当に流されやすい性格が原因だということと、ちゃんと仕事をしてもう本当にご迷惑をおかけした分その返済していくということですかね。この度はお寿司を乱暴に扱ってすいませんでした。深く反省してます。問題の動画を撮影した頃の謝罪は決して誠意を感じるものではありませんでした。滞在時間は5分ほどでした。お渡しはできました。できました。ちなみにどなたにお渡しできた感じですか。エリアマネージャーさんと店長。店長さん。相手はなんかどんなことを言ってました。謝罪したってことはちゃんと責任を持って本社の方に伝えてくれるっていうことを言ってました。相手の表情とか見てどうでした。真剣でした。真剣にじゃあ話は聞いてくれたっていうような、はい、本当にとんでもないことをしてしまった本人なのに、その本人にその貴重な時間を割いていただいて、本当に作っていただいて本当に感謝しかないです。これからだね。はい、ほんまにこれからです。反省の気持ちを伝えていくのは、今日が始まりと思ってます。はい、自身が迷惑をかけた店にはこの日も多くの客が食事のために足を運んでいました。その数時間後、吉野被告が降り立ったのは大阪の町。グリ下に来たのは3、4ヶ月ぶりですね。集まってそこでお酒飲んだりとかタバコ吸ったりコールして飲み、はい、回す飲み。大阪のグリ下、名古屋栄のドン横など居場所を求める若者が集まる繁華街の一角に通っていたという吉野被告。問題の動画もそんな生活を送っていた時に撮影。同じ時期 SNS には悪質な迷惑行為が
次々と出回っていました。なんか面白い半分というか、まあ、言い訳が勝つというか、そういうので撮ってみたら人気になれるんじゃないかなみたいな感じですかね。本当にそういうだけの理由でここまで大きくなると思ってなかったので。その場の空気ってこと？その場空気ですね、うん、その場のノリっていうか、うん、炎上したんですよね。知り合いにはまあなんかすごいみたいな、面白いみたいな感じで書いてましたけど、他の人は本当に汚いとか、うん、迷惑してるとかコメントがたくさん来てましたね。そういうコメント見て、なんかどんな気持ちになりました？捕まるかもしれないっていう焦りですね。逮捕が怖かったんで、そのやっぱスシロー炎上してる時なんかでやっちゃったんで。ただ漠然と逮捕されるかもしれないっていうような思いが、はい、あった感じ。そうですね、やばいって気持ちは本当にありましたね。その場のノリの後を押し寄せた称賛と批判、頭によぎったのは逮捕への焦り。その焦りは逮捕後、反省と後悔に形を変えました。何を考えたりとか？本当に、まあ、反省したというか、あとは本当にもう親とか本当にごめんなさいって本当に気持ちです。本当に申し訳ないって気持ちで、あとはもうなんであんなことしたなんて後悔してましたね。ずっとあの時寿司屋行かなかったらよかったって思ってました。その後悔とは、あの時店に行かなければ。お待たせしました。大阪にやってきた目的、元受刑者らを雇用し社会復帰を支援する企業との面談です。裁判を控えた吉野被告のケースは異例ですが、弁護士の計らいで串カツチェーンの会長と建設会社の社長が手を差し伸べようとしていました。まあ君はそこまで、まあ困難になるとは思ってないなかったと思うわ。実際な、ほとぼり冷めるまで飲食店って生きにくいかな、雇いにくいかな。あなたのやったことは自分で職業選択の自由を奪ったわけだ。はい、自分のやったことで誰かあの生活がなくなってるっていう可能性もあるということをね、はい、考えます。はい、やったことは悪いんだから、はい、自分自身を見つめ直してどうやってやっていくのかとかね、はい、やっぱ考えてほしいな。延命しろよ。自分はもう本当に一刻も働きたいんで、うん、働きたい。環境さえ本当に自分の中に取り込めてちゃんと、もうそうです、まあ真面目、まあおかしな関係いかなかったらちゃんと、まあ本当に大丈夫と思うんで、自分の中で。逮捕のきっかけとなった動画を改めて自分の目で振り返ってもらいました。見出したかったってことですね。スシローの影響があったっていうのも、まあ、ありますね。湯飲みを舐めたりとかそういうのだったんですけど、まあ、自分はその口につけてないので、口につけなければ、まあ、その言い訳が立つと思って、その際どいところを攻めれば、まあ、その知名度も上がって、まあ、人気も取れると、あとはまあその面白いと思ったので、ね、醤油差しに直接口は当たっていない。逮捕後から続けている吉野被告の言い分です。あえて彼自身に聞いてみました。あげようとしてる人ってに対して何か思うことありますか？本当にやめた方がいいと思います。どれだけ被害を与えるとか考えた方がいい、本当にいいと思います。だから被害を与えるからあげない方がいいのか、それもありますし、またそのそういうことをして、そういうことをして、なんですか、その楽しさを求めるのも間違ってると思います。最初は本当に、まあちょっと謝ったら許してもらえると思ったんですけど、やっぱり違くて、そのいろんなその刑事さんの話だったりとか弁護先生の話とか聞いていく中で大きくなっていることも実感しましたし、これじゃダメだと思いましたし、反省して、その今後にその生かしていこうと思ってるんで。
吉野被告の謝罪文の取り扱いについて、くら寿司側は担当者が不在のためお答えしかねますとコメント。吉野被告の初公判は来月31日。犯した罪が裁かれるのはこれからです。